1,2,3,4 今日は4月9日なんと5年の記念日です。イエー、新記録。イエーイ、奇跡。嘘ですか？毎日記念すべき新記録。さっきさ、YouTube でさ、去年の4年記念日のさ動画見たけどさ、石畳動画の中でさ、山登っててさ、その山の中で石畳があってさ、金城町の石畳っていう話が出たわけ。さら、今日買ったケーキはさ、金城町の石畳っていうケーキです。偶然しょうくない？アニバーサリーケーキ、めでたいケーキを今から食べます。このために今日生きてきたってよ。ワクワクして朝6時半ぐらいから起きてるよね。おめでとうって。うん、何とか来ますかって言ったからさ、おめでとうって言った。なんか金粉みたいになってるけど。だからさ、食べよう、生クリームとチョコムースって書いてあったよ。ホワイトのスポンジ、生クリーム、チョコのスポンジ、チョコムース、周りはチョコでコーティングされてる。いいね。いただきます。いただきます。でも縦にしないとさ、あ、全部が味わえない。めっちゃムース。一緒に食べたらいい。おいしいね。初体験成功だった。何年も気になる気になるってやっとで買った。失敗するのを恐れていつも外さないやつを買ってしまう。物は試し。でも最近ケーキは挑戦してる方じゃね。食べてばっかり。甘いね。ちょっとクリームってきたって。ごちそうさまです。うまい。じゃーん。まあ、何も買ってないよ。めでたいって。じゃあ、これ、この感触あれじゃない？開けていい？あ、行ったわけ？いつ行った？行った行った。狙ってたやつ。お弁当は毎日食べるしさ、会社で疲れてる時もこれ見たら頑張れるって。何歳この人？38歳。スリッパ、これ100均の通りとは分かれて、これでジム行く。すごい。これでちょっと頑張ってる人の気分になるって。マッチョになってるかもしれない。マッチョの気分。付き合った時と何が変わった？髪の毛なくなった。違う、気持ちよ、気持ち。平和ってよ、毎日平和だよ。いびきして叩かれる。ひっくり返される。何が変わった？二人の関係性。カカア殿下、それは最初からじゃない。低主感覚。もともと低主感覚ではない。手続き以外は税務署のやってくれる。確定申告。今年3人分やったっけ。あと何が変わった？胸がなくなった。1年2ヶ月だった。ベタコチ楽って同じやつない。良好。シャワー終わった後にさ、ベタベタしてるのにさ、あんなまたピタピタなのさ、毎日さ、苦しそうに着てたよね。太ったら手が入らんよね。脱がしてもらって伸ばしてた。伸ばしてたっていう、なんかそれ助けてください。下ろしてください。じゃあ長く続く秘訣は何でしょう？平和なことは毎日考える。ぬいぐるみに喋りかけるとか。一人で？二人で。一人でさ、ただの頭おかしい人って。一人でやってると思ってよ。あと、じゃあ5年後何してると思う？48歳と49歳だよ。おー、やばい。50枚ってよ。もうあれじゃない？5年後から49歳。あ、10年後じゃない。5年後。5年後、43。私今44の。43と44。
週に1回マッサージ買ってると思ってる。一個平屋に住んでベランダで猫と遊んでるわけではない。まあ、だから生猫が出てくるかもしれない。生猫。どうする、とうとう40代突入するってわけじゃん。想像した、昔16歳と17歳だったってよ。この前さ、ビレバンでさ、記憶の中でから高校だ、ね、回れ回れメリコーランから I got more than 中学校高校だね。口ずさめる自分が悲しかったっていう時代を感じる、うん、よかった。なんで目大きくなった、もっとちっちゃかったよ前。あれ、目が腫れてたんじゃない、昔のなんか3年間ずっと腫れてたわけ。腫れぼった目。なんで変わった、整形したの。うん、こっちがへこんできてるからじゃない、疲れて。うん、年で整形したの。してない、うん、もうこれがどんどん多分パーンって変わった。リボアイコだったもうそれも分かる人みんないと思うあ、じゃあもう65過ぎたら免許返すってよすぐ返す。免許返す話始めた、うん、おかげさまで幸せです。どう5年も持つなんて考えてもいなかったよね。考えてないからいいんじゃない、うん、多分。じゃあ、どろ、あ、どう柔らかいっしょ、うん、大きくないでしょ、あんまり、うん、もっとブカブカのイメージだったけどさ、ぴったりってよ。これ履いて、うん、これで汗ふきふきし吐きてる、汗ふきふきしてから、うん、で、なんか電車で汗拭いてるおじみで実用的でしょ。あれやってみて、メイク動画。もっと近く。あった。多分。クリスマスにもらった。いや、カビ生えたみたいになってるよ。カビ生えた。こんなにあんちゃんの鼻触ったの初めてだよ。5年一緒に住んでもさ、うん、人の毛穴こんなにまじまじ見るってないんじゃない？うん、濃くなってるね、なんか緑が、うん、押し上げられるってこっちが、うん、うん、ひら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 こっち洗います。うん、カピカピって、うん、シワがくっきりするってすごいっすよ。うん、なんかさ、石鹸で洗ってないのにさ、つるつるって、うん、で、なんか化粧水、なんかさ、つるつるしてるんじゃない、うん、毛穴がなくなったかは分からんけど、日焼けの皮むけたから全部、お、いいんじゃない、うん、ピタピタしてるよ、うん、これでこれもよ、じゃあどうだった、うん、これ、あれするよね、トムホルに行くみたいさ、こうやってどうじゃない、この肌がさ、これくっつく、指に、あれ、せーの、1、2、3、4、いっせーので、1、2、3、4、曲がってるからインチキじゃない？あ、こんな？うん、1、2、3、4 ね、うん、できない、できない、はい、そして後ろに行くさ頭から突っ込むよね